えばこの旅館、予約するのすごい大変なんだよね。人気の新エリアだって攻略 BBS でも話題になってたよ。エリアボスを倒した順に予約できたんでしょ。やっぱりキリト君はすごいな。さっきからキリト君チラチラ見てると思ったら。はだけた胸元を見てたでしょう。もうエッチ。早速入ろうよ。一緒に入っていいよね。私先に脱衣所を使っていいかな。バスタオルを巻きたいし。キリト君、こっちこっち。隣においでよ。とってもいいお湯だよ。ね、気持ちいいでしょ。最高。ねえねえ、ちょっと思いついたんだけど、今度現実世界でも一緒に温泉に行ってみようよ。仮想世界だけじゃなくて現実でも体験したいな。キリト君もそう思わない？うん、ありがとう。じゃあ約束だよ。楽しみにしてるからね。君って意外と筋肉質だよね。どうしたの？ほんと気持ちいいね。キリト君って意外と筋肉質だよね。私の恥ずかしいところを取らないで。変なところは映さないでね。何？お湯に使ってる暇って、そんな時は端末触ればいいじゃない。私もキリト君とメッセ交換してる時はよくお風呂だったりするし。で、これからメッセ交換してる時に私のこと想像しちゃダメだからね。だって恥ずかしいんだもん。今一緒に入ってるのにそんなの恥ずかしがるなんて、なんかおかしいね。楽しかったけどあっという間に終わっちゃったね。キリト君の今回のエスコートすごく嬉しかったよ。さて、そろそろ寝よっか。明日も早いからね。じゃあ、おやすみの。おやすみなさい。
そういえばこの旅館、予約するのすごい大変なんだよね。人気の新エリアだって、攻略 BBS でも話題になってたよ。エリアボスを倒した順に予約できたんでしょ？やっぱりキリト君はすごいな。さっきからキリト君、チラチラ見てると思ったら。あ、違うんだね。そう、ならよかった。早速入ろうよ。一緒に入っていいよね。せっかく来たのに入らないの？いいよ。じゃあ一人で入るから。あれれ、なんかのぼせちゃったかな。もう、仮想世界なんだからこんなところまで再現しなくてもいいのにね。ちょっと一人だと無理かも。キリト君、解放してもらってもいいかな。わあ、キリト君、いいもの見つけたね。汗が止まらないよ。はあ、涼しい。私のこと嫌いになったの？このまま寝ちゃいたいくらいだよ。ほてりが冷めていくよ。元気になったよ。ありがとう、キリト君。なんか照れちゃうね。ずっとこうしていたいな。たまには浴衣もいいね。大人のデートって感じだね。涼しくて気持ちいい。楽しかったけど、あっという間に終わっちゃったね。キリト君の今回のエスコート、すごく嬉しかったよ。さて、そろそろ寝よっか。明日も早いからね。じゃあ、おやすみの。おやすみなさい。
浴衣、なんか柄が可愛いかも。そっか、同じ意見じゃなくてちょっと残念。早速入ろうよ。一緒に入っていいよね。入る前に私にしてあげたいことがある？なんだろう。マッサージしてくれるの？ありがとう。汗をかいたりするだろうし、お風呂入る前の方がいいよね。キリト君にしては気が利くよね。でも、キリト君？なんか変なこと考えてないかしら？その顔は何か企んでる？そう？じゃあお願いしちゃおうかな。寝ちゃってたよ。ひょっとして油断してる時に取ろうとしてる？最近肩が少し凝ってる気がするんだよね。胸が大きくなったから？そうなのかな？というかキリト君、変な仮説立てないでよ。はあ、まったりしてきたよ。そう考えるとなんか視線がいやらしい気が。嘘だよ。聞いてる感じがする。それに現実で仮にそうなったとしても仮想世界で反映されるわけないでしょ。キリト君らしくないね。動揺してた？楽しかったけど、あっという間に終わっちゃったね。キリト君の今回のエスコート、すごく嬉しかったよ。さて、そろそろ寝よっか。明日も早いからね。じゃあ、おやすみの。
すみなさい。